思い出のガンプラキットレビュー集。新機動戦士ガンダムウィング。ウィングガンダム。新機動戦士ガンダムウィングとは、1995年から全49話が放送されたテレビアニメです。Gガンダム、ガンダムウィング、ガンダム X の3作は、俗に、平成3部作と呼ばれ、Gで低年齢層を開拓し、ウィングで女性ファンを開拓し、X でこけました、ガンダムシリーズの中で、最初にアメリカで放送され好評だった作品でもあり、あちらではガンダムウィングがファーストガンダムにあたります。その後、機動戦士ガンダムも放送されましたが、かなり不評でした。放送コードの関係上、残虐性の強い場面には修正が施されていますが、世界的に受けるキャラクターやドラマ性を持っているため、欧米以外の国々でも放映され、ガンダム史上最も放映された国が多い作品です。出てくるキャラクターが美男子ばかりで、それぞれ影を持つ設定ということで、かなりの女性ファンの獲得に成功しています。某アニメ雑誌では、女性ファンがガンダムウィングのプラモデルを、これ、リオくんのガンダムとか言って買いまくっているというので、知り合いの模型店で聞いてみたら、若い女なんて一人も来ねえよ、とか言われました。まあ、模型屋とか、女子の行くところじゃないですからね。メディアからは、ジャニーズ系ガンダムとか、セラムンガンダムとか言われ、良くも悪くも話題性抜群の作品でした。いろいろな意味でインパクト重視という平成アナザーガンダムの傾向をしっかりと体現している作品で、当然男性ファンからも上々の評価を獲得しています。ストーリーは、今回は割愛、最近やってた、エイジとかビルダーズよりはるかに面白いので、見てない人はぜひ見ましょう。女性にもおすすめできる、唯一のガンダム作品です。簡単に言うと、登場人物が全員美形キャラ、自爆するガンダム、ビームでドバーッと敵全滅、でストーリーの大半を説明できる、中二要素満載の作品。当時アニメイトで発売されていた、ゼクスマーキスやトレイズクシュリナーダの等身大ポスターは、当時の女性ファンの必須アイテムでしたね。腐女子にバカ受けした背景には、各ガンダムパイロットの個性付けに成功したことがよく挙げられます。クールでタフで、骨折も自分で直す、ありえねえ、自爆系キャラのヒーローゆえ、言うことは軽いが嘘は言わない、意外と常識人の死神系キャラ、ディオマックスウェル、クールで行動力がある兄貴系に見えて、実は弟キャラな、トロワバートン、普段はおとなしいが、キレるとやんじゃう、ショタウン増士、カトルラバーナウィナー、力こそが正義の、アジア系熱血少年、ジャンウーフェイ、敵側にも、戦いにもエレガントさを求める好青年、トレイズクシュリナーダや、ガンダムシリーズではおなじみの、仮面で王子なキャラ、ゼクスマーキスなどが登場、濃いキャラがあまりに多すぎて説明しきれません。ガンダムエイジのキャラなんて、全然キャラ名覚えられない印象の薄さでしたからね。少しは見習ってほしいものです。ウィングガンダムとは、鳥のようなバード形態に変形するガンダムタイプのモビルスーツです。作品前半に、主人公ヒーローユイが登場します。敵組織であるオズからはガンダム01のコードネームで呼ばれていました。ガンダム史上初の自爆したガンダムとしてあまりにも有名で、その後も、捨てられたり、敵によって修復されたりと、ありえない扱いを受けました。意外と活躍シーンは少ないのですが、番組の顔とも言うべき存在であり、絶大な人気を誇っています。さてキットですが、当時の価格は1500円。内容は、前作の G ガンダムのキットとあまり変わりません。組み立てやすい高キットですが、バード形態用についている、クリアーパーツの存在意義があまりなく、これがなかったら、100円安くなったんじゃね、と陰口を叩かれたりしました。基本的に黒い部分をしっかり塗装するだけで、テレビとほぼ同じ印象の出来になる、優れたキットでしたね。